裏社会タイムズです。時事ネタを扱うこのコーナーでございますが、今回はこちらのニュースです。心霊系 YouTuber が恐喝疑い、廃墟にカメラターゲット物色かというニュースで、まあ、概要といいますと、これテレ朝ニュースさんですね。19日、まあ、今月の19日ですね、恐喝などの疑いで逮捕された田坂あ正道かな、容疑者40歳と妻のルカですか、うん、ルカ容疑者30歳、2人は心霊スポットを紹介する心霊系 YouTuber として活動していました。大手機械メーカー久保田の社員田尻、容疑者32歳は20日送検されましたと、まあ、この3人が逮捕されたということですね。逮捕された3人は肝試しに来た20代の男女4人に不法侵入になるなどと脅し迫り、合わせて120万円を騙し取った疑いが持たれていますということなんですが、うんうんうん、このニュース、まあ、時事ネタである以上、はい、まあ、YouTuber とその廃墟と、うん、 そうね、それに対しプラス恐喝ということで、はい、なんかなかなか、ね、ありえないキーワードというか、うん、ありそうでなかった並び、今っぽいなんかすごくね、はい、うん、今っぽくミックスされてる感じがします、はい、我々としては意外と話せるトピックがあるな、結構話せるね、はい、いう感じ で、はい、で事件の概要でもう少し、うん、ちょっとちょい足しすると、はい、この廃墟ホテルをこの3人が無償で管理しますと言って、うん、なんか所有者に行ったんだね。そうなんですよ、うん、はい、所有者に行ったと。で元々ここ京都でも名うての、うん、心霊スポットとして知られていて、はいはい、もう30年ぐらい前に廃業してるらしいんですけど、うん、でそこにまあどんどん人入るから、まあ、所有者としてもあそんなやってくれるのありがたいなと思ったのかどうか分かりませんけど、はい、とりあえずそういう管理をお願いしたそうなんですよ、はい、でここからなんですけど、この3人がやったことっていうのはセンサーを設置して、うん、入り口入り口に、うん、カメラとセンサー、はい、まあ、センサーを設置して、うん、その反応してカメラが撮れる、うん、もしくは常時もなってるか分からないですけど、うん、それでとにかく通知が来るようにしてるわけですね、はい、彼らのところに、うん、だから誰かが入ってくるとすぐに駆けつけられるような体制を作っていったと、はい、でこれまでに実は30件以上、うんうんうん、警察にですね、うん、金を脅し取られたみたいな感じの通報が言ってるんですよ、うん、そういうのになったかな、うんうん、っていうのも実はそこに入った人たちに対してこの3人がやったのは、入ってきた不法侵入だと、うん、警察に突き出すか、はい、まあ、民事訴訟するか、うん、訴えるかで、どっち刑事か民事か選べという迫り方をしたらしいですけど、はいはい、でそうして、まあ、今回逮捕された件で言うと、うん、で値段を見ると1人30万円だったらしいです、うん、民事にした場合、うん、だから、示談という形になるのかな、その、そうだね、示談という形を取るぞみたいな感じで、だから30万円よこせっていう。だから、訴訟にしないから、うん、示談でって形にしてるんですね。そうですね。弁護士入れてないんだとしたらね。はい、っていう風にしていると、はい、でこういう同様の、形でこう、まあ、脅し取られそうになったという人たちが30件ぐらい警察に通報行って動いたというのが一連の概要です、はい、だから、まあ、まずはこの、まあ、未遂が30件あると、うん、で既遂が何件あるかだよね。うん、だから脅し取られそうになったっていう人が30人いるけど、うん、多分脅し取られた人ももっといて、うん、多分出てないと思うから、きっとまあその捜査が今後始まるんじゃないのかなって思うし、うん、そこがどう出てくるかかな、はい、としては。俺としては、もう本当いくつも引っかかるところあるんです。はい、いくつもある。はい、まず、心霊系 YouTuber 恐喝に走るっていうことと、はい、もう一個、はい、めっちゃ人来るじゃんっていうところですね。あ、そこのスポットにね。はい、うん、心霊スポットって、はっきり言ってですね、一番怖いのって、人に会うことなんですよ。わかる。だから、行って勝ち合うとちょっと嫌なんです。だってどんな人かわからないもんね。何目的かもわかんないしね。次回でもね、ラムさんとよく話してるのはそこなんですけど、はい、そうね。もう一個、だから、うん、この人たち、うん、まあ、まず、さっき言った底辺というかね、YouTuber として全然知らなかったですよ。はい、うん、ジャンクとかいう名前でやってたのかな。どれぐらいの人数がいるんですか？全然なかったですね。数千人ぐらい、うん、で多分回ってる動画もほとんどなかったんで、うんうん、YouTuber としては多分全然、うん、あまり伸びてない、はい、で、もしかしたらこの騒動で伸びたかもしれないですけど、それは分かんないですけど、うんうん、はい、でもその最初の段階でそんぐらいだったと思うんですね。でその YouTuber としてですよ、うん、なんていうかこんなにこうまあ、多分心霊スポットとか行ってたと思うんです、廃墟とか、うん、
うん、その過程で気づいたやり方なのかなっていう。あ、確かに。だって例えばまあ自分たちの世代の話をすると、うん、やっぱサブカルって昔もっとなんか路惑的で悪かったじゃないですか。何でもやっちゃうみたいな、うん、まあなんか良くない時代があって、うん、その頃ってもう廃墟ブームで、はい、なんかバンバンあの、まあ、入っちゃいけないのに不法侵入して撮った写真集がすごく売れるって時代があって、入っちゃいけないという認識すらなかったんですか。そうね、よくわかる。あんまりそのそれを写真に撮って、ああ俺の当時の、まあ、俺とかさ草川とかさ、うん、その若い時の経歴のさ変サブカル雑誌部分ってそんなに出してないってさ、うん、あの俺とかは特にあれ仕事でめちゃくちゃやってたから、はい、あるんですけど、うん、その廃墟に行ったりとかするので、その当時の基準ですよ、うん、今じゃないですか、うん、入るのは OK、うん、それを写真に撮ったりとかして出して販売するとまずいっていう、うん、なんか線引きだったんですよ当時は、ね、まあでもまあ本当そういうのにだったっすよね、はい、だからでも行ってここに入ってきたやつに脅しかけて金取ろうっていう発想は今に至るまでなかったんですよ、うん、確かに。だからもうここほら 5,6 年前からやっぱ廃墟に対しても、まあ、当然所有者がいることが多いから、うん、やっぱそれは不法侵入に当たるから扱いが難しくなってきてるっていう流れが、廃墟系 YouTuber 心霊系の中で、これ実は廃墟系、うん、廃墟系心霊系 YouTuber は、うん、まあ、そことの戦いだったんですよ。どの角度で撮ってるかとか、どの距離感で撮ってるかでツッコミが、そうツッコミが入るんですよ。だってしかも詳しいから、ここから撮ってるってことは、はい、この位置に立ってたはずだになっちゃうんだ、はい、もうそれで村田さんはある時期念写っていう発明をしたんですよ。わ、はい、かるけど危ない、危ないよね。でもね、だからそれでもラムさんもそれはやらなくなって、念写さえやれなくなった、やらなくなった、やらなくなった。ちゃんと動画の中で、うん、私有地なんですけどとか言って、だから中には入りませんがとか、うん、そういう風に言って遠くから撮ったりとかも、だから本来めちゃめちゃ攻めてた人たちがそういう風に言われるから、うん、記録としてね、攻めてる部分を残せなくなったっていうところが昨今の流れだったんですが、うん、まあ、そこをね、うまくじゃないな、そこを悪く使ったっていうね。そうで、もう一個僕が思ったのは、うん、これさ普通だったら勝手にやりゃいいじゃん。勝手に、つまりここ、うん、俺たちが管理してるから、うん、お前ら勝手に入ってきたみたいな、うん、いやこれ所有者にちゃんと許可取ってるんです。あ、やっぱそれはね、多分法的根、やっぱきちんと出口を決めてるわけですよね、うん、でそこの法的根拠を持たせてるところとかが、うん、微妙に YouTuber っぽいなというか、ああ、だって普通の不良とか、うん、はい、ヤンキーだったら通行料じゃないけど、うん、暴力を背景に威圧して取るじゃないですか、うん、このなんていうんですか、法的根拠を持たせるところも、うん、なんか YouTuber っぽさっていうか、あ、いや俺はでもそれはね、逆に YouTuber っぽいっていうか、やっぱどっちかというと恐喝慣れしてるなと思うんだけど、久保田の社員が恐喝慣れ、いや、やっぱその、まあ、走りにくくさせるっていう、普通に何の根拠もなくて出てきたら、もう単純に警察に脅されてるっていけるじゃない。そういうことだ、ね、うん、だけど一応委託されてるのが我々でいけないから、うん、これは訴訟の権利はこちらにあるから、それどうしますかっていう、あくまで犯罪になりにくいように持ってってるっていう絵だと思うよ。さっきはね、久保田の社員がとか言いましたけど、そういうことじゃなくて、こういう法律というか、うん、きちんとそういうの把握できてたってことですね。だから組み合わせがやっぱ廃墟ってもう今後厳しくなってきたよねっつって、うん、でおそらくそれで何だろうな、示談とかでお金払った人もいたと思うんだよね、すでに周りで。で、きっと何人かで話して、それって仕組みを作ってシステムにやったら商売になるんじゃないって考えたやつがいたんじゃないかな。これ推測ですけど。さ、はい、それで言うと、あ、そっかそっか。俺今思ったんだけど、うんうん、30万円請求してるじゃないですか。うんうん、当然その場で持ってるわけないから、うん、振り込ませること前提なわけだから、うん、だから法的根拠が必要なんですよ。そう、だから示談書も巻いてると思うんですよね、うん、おそらく、うんうん、よくあるじゃない、駐車料金か、うん、駐車場で勝手に駐車したら何万円請求しますとか、うん、あれに近い発想なのかな、うん、ああ近いんじゃ、そんな感じだと思う。ただそれ、あれは多分、まあ、言ってるかって告知義務だと思うから、うん、その告知を絶対に見てるっていう確認が取れるかどうかっていうのがぼったくりのシステムだよね、うん、見ましたねって確認取ったらいいけど、多分ね、看板だけだとその告知を受け取ったっていう確証がないと
うん、ちょっとそこも、まあ、論争になるポイントとか、まあ、よくあのね、あの弁護士系の番組とかでたまに使われるネタじゃないですか、うんうんうん、まあ、だからその時々によってちょっと、ね、解釈違ってくると思うけど、うんうん、でも一応そういうことだと思う、まあ、発想としてはそういうことだと思います、はい、だからその YouTuber っていう存在っていうことにちょっとね、うん、引っ掛けて話していきたいのは、うん、結構そのそこまで専門家じゃないけど、うん、専門性を特化していくと、うん、そういう一つの特定の分野を何回も何回も、うんうん、遊びじゃなく遊びっていうか何回も行ってると、うん、単に心霊スポット遊びで行っている人たちと違って、いろんな穴というか、そうね、そういうのを見つけ出す可能性があるよなと思って。まさにそれで、だってこの、捜査員が来た時に、この、逮捕された田坂さんかな、うん、ちょっとこわもての雰囲気の人が、そうそう、なんでなんおかしいやろほんまに、なんで犯罪者捕まえて俺らが捕まらなあかんのって言ってるから、うん、これはもう最初から分かってやってることだよね。だからおそらくこうだから大丈夫だろうって言ってたって話。要は犯罪だというよりはという認識があってやってるというよりは本当にこういい商売見つけたなぐらいの感じなのかもしれない。だからいや、まあ、犯罪これだったら逮捕されないだろうっていう形での組み方をしてるんじゃないかな、事前にね、はいはいはい、うん、普通例えばですよ、これ恐喝とかさ、はい、そういうのってさ、こういう場合ってでも一応形民事でさ、なんかその示談という形にさ、うん、持ってくように一応この田坂容疑者とかはやってるわけじゃない、うん、警察に相談行ったとて警察ってすぐ動いてくれるもんです。まあ、警察は、まあ、基本民事不介入っていうことがあるのと、うん、なんだろう、不法侵入した側も悪いよね、うん、だから基本的にこれ一人とかだったら動いてなかったと思いますよ。一人二人だったら、あんたも悪いからねとか、しかも時短があるんだったら、まあもう、うん、変なやつになんか絡まれちゃったねみたいな、しょうがないでしょって言われるパターンが多いと思うんだけど、なんかこれ報道で出てたけど、金を脅し取られそうになったという相談がね、30人からありってあるから、うん、そうすると警察は多分これは業としてやってるって認識をして、で捜査をして、でひょっとしたらまあね、口座見たらもうじゃあ振り込まれてる件数とかいっぱいあったら、ああいっぱいやってるなってなれば、これはもう組織的にこういう、まあ、逮捕されにくいようなスキームを作って恐喝をかけてるってことが分かったから逮捕に踏み切ったっていう形なんじゃないかなと思う。これね、民事不介入で数がいったからなったっていうけど、うん、これ本当の本当に、うん、例えばよ、もっとももっとさらに、もっともらしい感じっていうか、うん、ここ入ってくる、例えばとある廃墟がありました、はいはい、そこに車で入ってきて、はい、なんかわーっと荒らしてた若者がたちがいたとします、うんうん、で所有者があなたたち今ここが入ってきたでしょと、うん、でここ入ってくるときにこの道 の植物潰してるけどこれ直すのに少しお金かかるから罰金と示談と罰金兼ねて 1,2 万円ちょっと置いてってっていう風になった場合、うん、それぐらいの金額で、しかも財布からポッと出せたりすると、うん、警察駆け込むとかないじゃないですか。それは全然違うと思う。はい、うん、例えばよ、うん、例えばそういうような、うん、なんていうかな、ちょっとしたこう、この形って、うん、このやり方って、ちょっと形変えると、表に出ないことをいっぱいありそうだな。まあ、表に出ないようにしてたんだよね。ね、そしたら、多分やっぱ結構ね、言葉がきつかったんだよ。30人が、うん、言ってるってことは、まあ、これも本当推測だけど、いきなり被害団みたいにそんなならないし、うん、個別でなんないと思うから、うん、まあ、ネットの掲示板とか、ひょっとしたら SNS とかで、なんか話題になってて、特に人が集まったんじゃないのかな。ここ、有名な廃墟ですね。ああ、うん。だったら、じゃあその、ほら、廃墟掲示板とかあるでしょ、きっと、うん、で。そういうところにこんなのあったって言ったら、私もってなって、うん、でみんなで一緒に被害届けた、そうかもしれないし、うん、ちょっと分かんないんでね、あんまり適当なこと言えないですけど、言えないけど、まあ、今回これをピックアップしたこのスキームというか、はい、この形がさまざまな形で今後応用される可能性もあるし、うん、ちょっとなんて事件自体が我々も YouTube をね、うん、なりわいにしているものとしては、うん、ちょっとこう面白いな、はい、興味深いなっていう感じですね、うん、まあ、形を変えたつつもたせですからね、これね、はい、背景をつつもたせ的なね、ある意味あれですね、はい、まあ、古典的な犯罪
罪の、まあちょっとまた変化系というか。それは今のこの YouTube とか、はい、まあ、カメラとか、うん、そのセンサーとか使って、うん、今風に、まあ、パッケージしたっていうような犯罪じゃないですか。まあ、そう、さっきの、 あの駐車場の、うん、あのね、あの、うん、無断駐車、うん、あの10万円請求しますと、うん、あと発想も似てるしね、うん、だ古典的なやつの、うん、なんか、うん、あの今っぽさ。この久保田の社員は、まあ、これ仲間なんだよね、だから、うん、そうそう。誰がどう考えたか、なんかちょっと気になるよね。うん、気にはなる。だからね、うん、話聞いてみたいなと俺なんか思っちゃうんだけど、いや、なんでこんなことやったのみたいな。そうね、あの反省してるならね、むしろ。反省してるなら、まあ、うん、ただまあ今後捜査で、あの、まあ既遂恐喝のなどの疑い逮捕された、まあ、とりあえずこの4人の120万の案件なんだけど、うん、あの既遂の場合の再逮捕がいっぱい相次いだりしたら、まあひょっとしたらね、実刑あるかもしれないけど、まあ被害弁済とかして、うん、まあ、逆に示談をこの人たちがしたりして、うん、で、まあ不起訴になったり執行猶予判決とか出たらね、ちょっとどういう仕組みだったのか聞いてみたいですね、私、うん、きちんとね、もちろんそのね、そういう罪というか、そう清算した上でじゃないとね、うん、なかなか聞きづらいけど、まあ聞けたら聞いてみたいと、はい、聞いてみたいんで、その時はね、はい、連絡してください。はい、浦坂ジャーニーマンね、はい、連絡くれたらちょっと、まあ、なんならね、草川現場行って、ここにセンサー仕掛けたんですかとか、京都だからね、うん、京都出張の時行ってもいいよね。ああれじゃない、ラムさんに行ってもらって。ああ、いいかもね、うん、あの一応ほら管理、いいね、ラムさん管理委託してもらえばいい。いやいや、逆にラムさんに管理委託してもらったらいいんじゃない。それね、いいじゃんね、まあ、次は僕が管理委託して、これ管理者の人また怪しい YouTuber 来たみたいな。あと最後に一応言っときます、はい、廃墟や心霊スポット、心霊スポットでも廃墟でも、勝手に入るのは今確かにダメですから、はい、はい、この人、まあ、もちろん脅された被害者ではあるけれども、勝手に入ったということはね、うん、本当には良くないの。そう、だから良くない同士で、はい、うまくやられちゃったってことなんですよね、これね、はい、まあ、そのことはね、ちょっと改めて強調しておきたいと思います、はい、ということで今回はこんなもんかな。はい、いいと思います。はい、浦坂タイムズでした。どうもありがとうございます。